はいどうも、今回はこちら青島のチューンドカーシリーズトップシークレットの3用の GTR、 これをやっていきたいと思います。1回移転前って言ってもだいぶ前ですけど組んだきりなので、まあ、組み立て自体もねかなり久しぶりになります。ではやっていきましょう。じゃあ見ていきましょう。ちょっと思うところがありまして、青島の3音続けていきます。まあ基本的にはね、まあバージョン替えみたいなものが続くような感じになりますんで、まあ百中祭りみたいな感じじゃないですけど、まあとりあえずねまとめてポポポッと作ってみようかなというふうに思っています。また塗り分けはなしでいきます。でまあ車高もバネ抜きで組もうかなっていう風に今のところ思ってます。でまたメッキ落としてヘッドライトインナーとかはねガンダムマーカーのメッキシルバーで塗るようなそんな感じにしましょうかね。組んだのはだいぶ前なのでどこまでどういう風だったかっていうことは正直覚えてないんですよね。いつもの通りのお話でございます。まあ内装は塗り分けます。内装塗り分けてでやっていくようなね、まあ、下回りの塗り分けはなしで。このシートなんですけどどうしようかな、今回使おうかな、いつもね悩ましいんですよね。こうやっておまけでついて、おまけじゃないと思うんですけど、もともとはまた別の仕様とか作る用だと思うんで、まあ別におまけっていうわけではないと思うんですけど、これ使おうかな、どうしようかな。でクリアレッド成形とクリアオレンジ成形のねテールランプの部品ですが、まあこれもまたいつもの通り塗り直してねやります。そしてクリアパーツ、今回ヘッドライトね、左のヘッドライトうまいこといくかな、右は問題なくいけるんですけどね。でこっからが多分トップシークレットの、あ違うか、そんなことないわ、もう一つまだ純正のランナーあった。とりあえずこれトップシークレットのランナーですね。前後のディフューザーがこれでまた別でついてますね。でこのねステップね、今回どうしようかな、これかぶせる感じになるんですよね。どうしよう。はい、ノーマルの部品忘れてました。これはまあリアバンパーだけを使うような感じになるかな。あとミラーはエアロミラーついてますね。だからこのリアバンパーだけを使うようなそんな感じになりますね。でトップシークレットのマフラーです。これまたね、メッキ落としてね塗り直すようなそんな感じにする予定でいます。ホイールは37の19インチです。でトップシークレットのオリジナルというか限定版みたいなね、37があったみたいなんで、その塗り分けどうしようかな、ちょっとまだそれも考え中。これはまあ今回は白成形の上のゴールドなんで、まぁ、ちょっと光が透けちゃったりとかするような感じがするので、これはまぁ、どっちにしろ塗り直しはします。で、タイヤはピレリの P7000 ですね。そして、デカールと窓枠マスキングとメッシュですね。バンパーに貼るメッシュですね。というような感じの構成になっています。では、始めていきましょう。まあ、説明書だとねグレー一色っていう風ですけど、それじゃあ寂しいよねということで、とりあえずまずこのリアトレーのところをねマスキングしていこうかなと思います。よいしょー、まあ一枚貼りでいっちゃいます。よいしょ、まあ雰囲気でいきます。もちろんね実写に合わせてね画像とかね見てやるのがまあいいとは思いますけど、ちょっと今回もまあさっさっさっといきます。よいしょよいしょ、
でちょっとはみっちゃったので、ここはまたこの切れっぱで、よいしょ、よく、よいしょ、切って、まあとりあえず2辺を切ります。こういう四角い系だったらね、まあ四角じゃないけど、押さえてから、あれさっきなんか違うやり方した気がするけど、よいしょ、で剥がすと。でシートもよいしょ、ここの部分ねと塗り分けるような、そんな感じします。でこのセンターコンソールのね、シルバー、今回はなんだっけ、ステンシルバー塗りました。よいしょ、これをやっと、ずれた、貼っといて、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ここで切るか、この頂点で切れるか、切れそうにない。で、よいしょ。まあこんな感じにしてね、まあシートのちょっと時間かかるんで、まあこんな感じでね、マスキングしてから塗り分けしていくような、そんな感じにします。トップシークレット限定というか、そのね、カーナラのモデル、本当はこのリムのね、段差の奥のところまでが銀色なんですが、ちょっとこれをマスキングするのは難しいよ。パッキンテンプレート、これで本当は違うんですよ、本当はこの塗り分けじゃないのは分かってんだけど、ちょっとねズルというか、そういう風にして、ここのね、リムの部分だけ銀色を残していきたいと思います。で、これテンプレートで合わせて、このままかな。で、ゴールド。まあ、これぐらいならパッと見そんなに違和感はないかなと思います。これを4本。本当はね、こういうのもね、綺麗にマスキングできたらかっこいいんだけどね。それっぽくなるよっていう塗装でした。デカール貼りまで終わりました。細かいデカールがいっぱいあるからね、時間はかかっちゃったけど。でこのボンピン、今回はキットのね、そのままのモールドを、これを利用して、作ります。あとね、キーシリンダーのところちょっと掘ったりとかしときましたけども、この段階でもう銀色の塗っちゃいます。で、塗っちゃって、で、ウレタンクリア拭く。そんな感じにしたいと思います。あとでね、ウレタンクリア拭いてもね、もう丸まっちゃって、もう何が何だか分かんないみたいなね。まあ、モールドが埋まっちゃったりとかして、そういう風になっちゃったりとかするので、もうこの段階で塗っちゃいましょう。
よいしょ。この段階で塗っておけばね、埋まっちゃったとしてもそのモールドというか、それがもう残ってるから、残ってる色がついてるから、そんなには気にしなくても大丈夫だよねっていう、そういう感じですね。よいしょ。あ、もうハイマウントストップランプも塗っちゃいました。あんまり綺麗じゃないけど、よいしょ。はい、であとはクリア拭いて、一回 EX クリアを拭きます。 EX クリアを拭いて、今ちょっとね、ここ ORC の文字のとこちょっと見づらいですけど、シルバリング起きてますけども、これをしっかり定着させたりとか、そういう目的もありますんで、一回 EX クリアを拭いて定着させてからウレタンクリアを拭いていくっていうね、そんな感じにしていきたいと思います。基本的に今回はもうカーボンブラックを使ってます。ボンネットだとか、トランクの部分だとか、リアウィングとか、その辺はね、カーボンブラック、あとはあれ、リアアンダーとかね、その辺もそういう風にして、で、ここのね、今まあちょっと乾燥機の方入れちゃったんでないんですけど、このステップのね、ここのところとかは、あの、そういう部品、その部品は、この部品は、全部終わってからね、ベチャってくっつけるような、そんな感じにしておきたいと思います。実はインプレッサの時に収録してたんですが、動画に入れるのを忘れてました。前にね、あのキャデラックの時に、塗膜が剥がれやすいよって話をしてました。なのでこのマルチプライマーアドバンスをウィンドモールの塗装の時に使います。これでどれぐらい変わるかわかんないですけど、どうしてもちょっとした時にね、触っちゃったりとかそういうことがありますから、というわけで器用にしてます。今回ね、ボンネットのこのダクトに当たる部分、以前はね、マスキングテープして貼ってっていう風にやってみましたけども、やっぱりマスキングテープ、ウレタンクリアを塗った後に剥がすとね、あんまり断面が綺麗じゃないということで、上から塗ることにしました。ヘッドライト周りはガンダムマーカーでね、そんなに触ってもさほど影響がないところ、そういうところはね、ガンダムマーカーでちゃちゃっと塗ってやろうかなという、そんな感じにしています。だからちょっとね、変わってる、今までのやり方とは。大丈夫かなこれ。またね、ちょっとずつやり方を変えつつね、経験から何かしらこう得ていくみたいな、そういう感じにしてやっていこうと思っています。なのでマルチプライマー拭いて、この後ね、クロスアフグラリー、セミクロフグラリー、セミクロスブラック、セミクロって言ってるのは何でかというと、動画のね、あの繋げたりするときの字幕入れるときにセミクロっていう風にしてるんで、まあ何を使ってるかという塗料のときに言うときに、セミクロスブラックだったらセミクロスブラック黒でセミクロっていう風に言ってるので、セミクロって言っちゃってますけど、はい、そんな感じの話です。現状こんな感じです。今回ちょっとバンパーは後でシャーシと合体させてからくっつけられないかなと思ったので、ちょっとそのくっつけ方でいってみます。かなり変則的ではありますけど、ここのね、接着芯がね、どうしても狭いっていうのもあったりしますし、で、結局こうやってこう、ガチャガチャやってる時に、パカーって接着が剥がれちゃう可能性が高いんですよ。どうしても接着しろが少ないから。この34の、青島の34は。なので、これでちょっと行ってみようかなと思っています。まあまだこのシャーシとボディはね、シャーシとバンパーはくっつけてないですけども。まあ、テールランプもつけてないし。で、内装はね、34の GTR のキットの、余りじゃないけど、もう一つね、持ってきて、二つバケットシートっていうような感じにしました。で、ボディカラーはね、説明書の指示だとゴールド、Q
9番のゴールドの指示になってますけど、実写のね、トップシークレットのホームページ見てみたら、タミヤのシャンパンゴールドなかなか近いんじゃないっていうふうに思ったので、タミヤのシャンパンゴールドで塗っています。で、ボンネットはね、こうやってまた、カーボンブラックで塗っています。で、このね、青島のフロントグリルの GTR エンブレム。これ、今回どうやって塗ろうかな。このデカールがないのがね、ちょっと痛いっすよね。青島の GTR、34の GTR は。ドライブラシの感じで。目が。これだと、この中の赤がね、ないんで。けど、とりあえず銀色で塗ります。ちょっと乾かしましょうか。トリーダスタルは油性ペンの赤。うまいこといけるかな。まあ、こんな感じじゃないですか。で、これをフロントグリルに取り付けると。よし。で、またこれをね、ちょろっと出して、デザインナイフで取って、クリクリして、これを、もうちょっと右かな。はい。というような感じでね、やってみました。あー、目がシパシパする。じゃあ完成まで持っていきます。はい、青島のトップシークレット BNR34 スカイライン GTR 完成でーす。バンパーはやっぱ後じゃないわ。バンパーは、ボディとシャーシをとりあえずくっつけるというか合わせてから接着した方がいいですね。とか言いながら右側ね、フロントフェンダーのとこちょっと隙間すいちゃいましたけど、でもこっちの方がね、多分ね、綺麗に作れそうな気がします。何メッシュとかを貼るのもその方が楽だし、で、まあ前はね、何の時だっけ？まあ他の GTR34 の時にね、はもうくっつけちゃってから塗装してっていう風にやって、なかなかうまいこと接着できないなみたいな、その何メッシュをね、うまいこと接着できないなみたいな感じでしたけど、こっちの方だったらね、そういうことも特にないですし、で、まあ瞬着を流しすぎないようにしないといけないとかね、そういったことは気をつけないといけないですけど、こっちの方が多分綺麗にいけそうな気がする。今回カーボンだろうっていうところは、バルケッタのね、カーボンブラックで塗っています。で、研ぎ出しに関しては、今回は、この横のね、プレスラインより上のところと、このフェンダーのね、ウインカーの辺は除いて、研ぎ出しっていうような感じにしてます。あと前後バンパーとかね。あとトランクの後ろ側はやってないです。まあとりあえずそれでもまあパッと見にはそんなには違和感ないですよね。まあ実物見るとやっぱボコボコしてるなっていうのはありますけどね。ニスモで作り比べろよ。ニスモで作り比べろよ。色も違うし分かんねえよ。まあこれぐらい差があります。まあ Z チューンの方がね、まあタミヤの方はね結構幅広っていうほど広くはなってないと思うんですけどね、あの顔面周りに関しては。だから青島の方がヘッドライトはちょっと小さめで、グリルに関してはタミヤの方が小さめ。ただこうやってパッと見た時とか
まあ、この角度からだとそんなに分かんないかもしれないですけど、斜めから見たりした時とかは結構ヘッドライトのね映り込みの違いがあったりだとかしますし、どっちの方が実写の近いの、分かんないまあ好き嫌いがあると思いますんで、まあデフォルメの違いとしてはこんな感じっていう感じですね。今回ね、もうヘッドライトメッキ落としてからやったけど、メッキ落とさずに塗った方が多分綺麗にいけるかな。メッキ落とさずに、縁の黒いところを削って塗り直した方が多分綺麗にいけそうな感じがしましたね。今回やってみて思ったんですけど。まあ今まではメッキ残して、リフレクターの部分とかをメッキ残して、で、他削って、で、黒を塗ってみたいな感じにしてましたけど、メッキ残した方が今回は良かったかもしれない。この3、4に関してはね。あとは、トレッドは広げてます。スペーサーとかかましてね。なので、舵取りほとんどできないです。なとこかなぁ。まあ、過去にもね、青島の3、4はやってますんで、まあ、改めてね、こう、取り立ててうんぬんってことはないですけど、まあ、今回ちょっとね、違う感じで組んでみましたっていうことでね。とりあえず今回は、青島のトップシークレット BNR34 スカイライン GTR でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。